今日の御言葉、コロサイ人への手紙2章12節から15節。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらした神の力を信じたからです。背きのうちにあり、また肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちのすべての背きを許し、私たちに不利なさまざまな規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされました。私たちはかつては死んだものでした。しかし神はイエス・キリストを通して私たちの罪をすべて許し、私たちを責め立てる債務証書をすべて取り除いてくださいました。そしてキリストと共に私たちを生かしてくださいました。私たちが救われたこの命はイエス様、あなたにすべて捧げます。 All for Jesus!